皆さんこんにちは。こんにちは。居酒屋船頭コンビのおかみの心と小おかみのたむちゃんです。はい、今日は3月の11日東北のね大震災があった日でございますね。はい、今年は月曜日に東北の大震災にあった、その復興ももちろん含めてですけれども、あの年始にありました能登半島の地震ですね、の復興を、いち早くみんなで復興を応援したいですし、その復興を願ってこのチャリティーライブ、チャリティーのイベントをこのコンビでなんとですね、生ライブ、はい、音楽の生ライブ配信を私のミュージシャンの仲間の上条瑞穂さんが、あの浜野さんとか、サトシ、上条サトシさんとかとねやろうっていう声をかけていただいて、ぜひコンビでということで、3月11日はコンビでこのチャリティーライブイベントをさせていただくっていうことになったんです。はい、今日はたくさんね、いろんな内容があるので、ちょっと私の方でたくさんその内容、盛りだくさんの内容をお伝えしようかなと思って動画にしました。はい、そうです。はい、このイベントの名前は能登半島地震チャリティーイベント思いがつながるライブ、ワン&オンリーフォーオールということで、ちょっと待ってください。すいません、ワン&オンリーフォーオール、それはたとえそれがどこであっても、誰であっても、あなたとあなたを育んだ場所、育った場所ね、は唯一の宝物、かけがえのない宝物を胸に、いつも誰かがあなたを思うということで、本当に地震で失ってしまったもの、そこはあなたにとって本当にかけがえのない宝物であって、それをいつでも誰でも伝え合ったり、つながり合ったりして、支え合って寄り添っていこうっていうような思いを届けたいなというところで、この名前が決まりました。はい、はい、皆さんも元旦からの地震が起きて、で、この昨今のこの、その戦争もずっと続いてますし、この日本のみならず、地球がね、思い合って支え合ってとかっていうものとか、どこ行ったんやっていうようなことになってしまうことから、無関心じゃなくてね、そこにこう耳を傾けて、今の私で何ができるかっていうことをちゃんとこう向き合って考えていこうっていうような、そんな思いもありますし、その私たちは天王寺のちっちゃい居酒屋ではありますけど、その中でもお店として、そして携わるお客様や取引先と一緒に何ができるかっていうことを考えたいですし、これからもそうですけど、本当に無関心じゃなくって、ちゃんとそこに耳を傾けて寄り添っていこうっていう思いが、私たちはね、本当に最近そう思うことがたくさんありますね。そうですね、よっちゃんがもうすぐ鶴見子どもホスピスのチャリティーランナーと走ることもそうですけども、本当に応援をするっていうこととか、興味関心を持つっていうことって本当に大事なことだなというふうに思いますよね。はい、はい、そしてそこでね、普段の行いを改めるとか、自分に言い聞かせてます普段のね、はい、普段の行いをね、本当にそれでいいのかって考えたりとか、あとは知らない世界にこう目を向けるとか、耳を傾けることで、あ、自分が知らなかった世界を知ることで、はっと思わされることとかもたくさんあると思うんで、そういうことから始めていけばいいのかなと思うんです。で、その日は、コンビは予約の貸し切りでございます。はい、はい、そうですね。どんな風になっているかというと、2階でステージを作って生ライブ配信をしますので、2階は入った入り口横のところがステージになりますね。でその奥が16名さんだけ座れる
限定の生ライブ配信、生で見れる席なんですね。そうね、ココさんが歌ってる姿はね、はい、私も歌います、うん、そして、みずほさんがピアノの演奏をして、浜野さんが、パーカッションをして、うん、そしてさとしさんが歌を歌ったりギターを弾いたり、そしてとっておきのスペシャル、ゲスト、ゲストじゃないごめん、ボーカルとして、はい、知ってますか、ジェイ・コウヤマさんという素晴らしいボーカリストがいらっしゃいます。ジェイさんよね。はい、ジェイさんがいたり、羽生さんという私初めて一緒になるんですけれども、男性のボーカルの、こうなんかYouTube で見ましたけど、すっごい優しい声の方でした。その方も、歌われますし、そして Zoom でつないで、私たちがほらお世話になっている子どもミュージアムプロジェクトの宮田社長いらっしゃいますね、はい、宮田運輸の宮田社長さんは、うんうん、東北の方の福島の方にかなりね運送会社として素晴らしい貢献なさっている方なんですけども、うん、その宮田社長をズームでおつなぎしてトークライブもさせていただきますので、それもね本当に楽しみではありますし、そして料理がですね、この間マスターに献立を書いてもらったと思うんですけれど、はい、チャリティーの寄付金込みで2階席が5500円ですね、うん、でこれ2階席完売しました。ありがとうございます、はい、そして1階は、プロジェクターを使ったりとか、なんで何ディスプレイを使ったりとかして、うん、2階の映像を流したり、そして2階からですね、歌いに降りていきます。私も降りてくるんですけど、すごないですか？マイクとか線とかいっぱいつないで、この日は1階まで歌いに降りていったり、ギターを弾いて聴きながら下降りていったりとかする予定になっていて、で、音は2階の生の演奏をそのまま1階にスピーカーをつなぐということですので、うん、生のそのままの演奏がすごい綺麗に聞こえてくるわ、映像でその様子見れるわみたいなところで、一回も、ライブを、ま、生に近い形でね、うん、お楽しみいただけるようになってます。でこちらはコンビがですね、はい、もう全部お店自体がもう舞台というかステージというかね、こんな感じですね。すごくないですか、うん、本当もうこれはねもう本当にね、堀部さんっていうねすごいエンジニアのね、あとトヨタさんっていうねこうカメラの方がいてね、うん、そのお二人がもう2時ぐらいからお店に入ってたくさんこうセッティングをしてね、うん、私には全然わからないんですけども、映像とそして音をね本当こだわりまくって、うん、準備をしてくれますので、本当楽しみにしておいてほしいんですけど、はい、その全てのお席でコンビのそのですね復興を祈願した特別コースっていうのを寄付金込みで1階席は4500円、はい、税込みで、はい、で2階席は5500円、はい、これ完売しましたが、はい、でご用意します。はい、はい、とすごいたくさん前菜あって、すごい前菜たくさんついてますよね。お作りあって で天ぷらと揚げ物のメインとか、お肉とかね、何でしたっけ、お寿司とか、お寿司とかデザートとかついてますね、はい、もうスペシャルな、お料理がその日だけのために作ったお料理をお楽しみいただけるということになってます。はい、はい、そうです。はい、今もうすぐ、皆さんにその公開できるような状態になると思いますけども、はい、ご特別なお料理のコースで楽しんでいただけますね。はい、そうです。はい、飲み物は当日お好きなものをご注文いただいて別途料金になりますが、はい、こちらもいろいろお楽しみいただけたらなと思っています。はい、そんなことで、お料理をお楽しみいただける時間は6時にお店オープンしますので、はい、ライブは7時半から始まりますから、6時でもいいし6時半でもいいし7時でもいいし、うん、ライブが始まる前にはご来店いただいてで、はい、ライブは7時半から、大体2時間弱ぐらいの予定で盛りだくさんです、はい、ございます。はい、いや本当にね、すごいことになりそうな気がするんです。線もいっぱいだと思うけど、料理もすごい気合い入ってますし、演奏もそうですし、トークライブもすごいんですけれども、これでですね、本当にもうね、トークの方に
応援したいし、みんなつながって私たちできることを少しでも考えていきたいっていうふうに思ってます。どうですかこのイベント。そうですね、まあ、普段こうね、地震があったとか今いろいろ災害があったところとか、まあ、ニュースで見たりはしますけれども、実際になんかそこに対して一生懸命こう取り組んでこう考えたりとかっていうことってあまりね携わることもないですし、だけどこうやってみんながね能登の方とか、まあ、日本がこう元気になるようにっていう思いを持って、まあ、一緒の場所にみんなが集まって一つになって心をねつなげてできることが素晴らしいことやなと思います。いいこと言うね。はい。いや本当にねこの数年そういうこうとつながりっていうこととかをすごい大切にしてくることで私たち考えることも非常に変わってきたなって思いますよね。はい、社会人としてやっぱり日本や地球の役にね、お役にせっかく生きてるわけですから、お役に立ちたいなという。で、まあ、株式会社トライアングルゼロとしてももちろんですけども、一人の人間としてね、やっぱり誰かのお役に立てるように生きていきたいなっていうところがね、今はそんなこともちゃんと考えられるようになってきましたね。はい。どっちにしろ、どっちにしろというかあれですもんね、まあ、どこかでまた大きな地震が起きたりとか、まあ、災害が起きたりとかして、誰かのこう助けをもらわないとやっぱしいけない時がどこかでやってきたりとかね、することも考えられたりするし、まあ、それってもお互いこう支え合って、ね、行かないといけないことやと思うので、それを今目の前にこうあることを私たち何かこうね、応援したりとか、手をそう、ね、取り合ってこうね、助け合いをできたらなと思いますね。そうですね、おかみさん。はい、おかみさん。はい、そうです。なのでお料理と、そしてその日は、ライブと、トークライブ、生演奏の音楽でもそうですし、トークでもそうですし、で YouTube でね生配信しますので、もちろんご来店ちょっと難しいわっていう方はご自宅で、そしてこの簡単にスマートフォンでもそうですし、パソコンにつなげていただいてもいいですので、ぜひともねこの7時半からのチャリティーライブにご参加いただけたらなって思っています。はい、はい、今日このね投稿の概要欄というかに、その YouTube のアドレス、当日のアドレスももちろん添付しますので、そちらをご覧いただいて、その11日にポチッとしていただいたら、配信が始まりますの で、 でそこで寄付をしていただけるようなシステムがついてるらしくって、私もちょっと詳しくわからないんですけど、はい、とかあと募金をしていただけるような講座も、お伝えしたりとかっていうことになっておりますので、ぜひとも応援もご一緒にしていただけたらと、元の方にお送りするという流れになっております。はい、はい、ですので、まあ、もちろんコンビに来ていただいたらまだ1階のお席は空いておりますので、はい、必ずご予約いただきましたら1階席でお楽しみする、お楽しみするやってお楽しみいただくこともできますし、はい、はい、配信でご自宅や職場やお友達と楽しんでいただくこともできますので、はい、ぜひいろんな人とつながって能登半島の皆さんを応援できるようなライブにしていきたいと思ってます。はい、そうですね、はい、でそのちょっと最後にもう一個あるんですけど、一番最後にね、その上条瑞穂さんが東北の大震災の時にね、みんなをつながってほしいという思いで作った曲があります。カラーズ絆という曲なんですけど、私たち何回も歌ったことあるんですね、コンビのイベントでも。そうです、実は、はい、歌わせていただいたことがありますし、私はライブでも何度も歌ったことがあるんですが、これをね最後、一番最後にみんなで大合唱しようということになってます。お店ではなんだか下に1階席の人も歌えるようにマイクとかもセットしたりとかするらしいんですね。めっちゃ楽しみですよね。すごいですね。はい、なのでぜひとも配信の方も一緒に歌ってほしいなって思うので、それの URL も貼り付けておきますので、
はい、その「カラーズ絆」という曲も皆さんその3月11日までにね何度か聴いておいていただいたらサビのところとか歌えるようになると思うんですよ。希望の光を、こんだけにしておきますわ。はい、はい、お楽しみに。素晴らしい素晴らしい曲ですのでね、あの曲はみんなで合唱した方がいいよね。そうですね、うん、本当一人で歌うんじゃなくてみんなで歌ったらとつながってるっていうのをすごいこう体で感じることもできるなというような曲ですので、うん、はい、最後皆さんと一緒に合唱したいと思うので、その URL も貼り付けときますので、ぜひとも見ていただいたらなと思います。はい、なことでご予約は直接お店の方に電話いただいても結構ですし、私やタムちゃんとつながっている方は SNS メッセージいただいてもいいですし、そして LINE やね、公式 LINE とかにメッセージいただいてもご予約をお取りしますので、はい、必ずコンビの方にご来店の時は必ずご連絡を、ご予約をお願いいたします。お願いします。はい、皆さんと一緒につながって応援を、能登半島の皆さん応援していきたいと思いますので、はい、はい、ぜひともできればご来店ください。はい、はい、一緒に、はい、歌いましょう、はい、歌いましょう。